働きマンは、ア野ノム横による日本の漫画、また、これを原作としたアニメテレビドラマ、講段社のモーニングにて2004年に連載開始、2008年から救済中である、都会での仕事をテーマにした漫画作品。基本軸として、主人公、松方弘子を置いているが、ストーリーは松方弘子以外の人物に焦点を当て、 その人物の仕事感をリアルに描くことも多い。サブタイトルは、その回の中心になる人物を表した、マンという形になっている。作者はこの作品を描くにあたり、講談社の、週刊現代編集部へ取材に訪れた。劇中の講談者と、雑誌、週刊、時代はその講談社と、週刊現代をモデルにしたものである。映像化にあたり、アニメ、 ドラマともにソニーミュージックエンタテインメントのアーティストが主題歌を担当している。イギリスのタイムズにおいて、働きマンは日本の男女不平等を覆せるかというテーマで取り上げられた。松方広子は28歳で独身。そして、週刊時代編集部の女性編集者である。広子は編集長、上司、同僚たちと一緒に噂をしながらも良い雑誌を作るために日夜、 奮闘する。新職を忘れ、恋人との仰せも、ままならず、ジレンマに悩み、誰かとぶつかり。それでもいい仕事をするために、ひろこは職場で、取材で、そして自宅で、働きマンになる。一生懸命に働く人に、男も女も関係ない。ひろこや、彼女に関わる人々を通して、仕事とは、働くとは、をテーマに描いた漫画である。 声はアニメ版、縁は TV ドラマ版である単行本の裏表紙は、登場人物の全身とそのカバンの中の持ち物が描かれている。2006年10月から12月まで、フジテレビ系列の深夜アニメ枠の痛みなで、全11話を放送。ストーリーはコミックス3巻途中までの内容を元にしており、アニメオリジナルストーリーはなし。 2007年10月10日から12月19日まで日本テレビ系列で毎週水曜22時22時54分に全11話を放送。初回、最終回ともに15分拡大して23時9分までの放送。第10話は22時35分23時29分の放送。また琉球放送では2007年11月10日より1ヶ月遅れでスタートされている。 放送から1年後の2008年10月22日にバップから DVD ボックスが発売された。DVD ボックスの特典ディスクにはドラマのメイキングや放送時に流れた CM などの映像が収録されている。2009年10月から BS 日テレで毎週火曜日夜20時から再放送された。2016年11月23日勤労感謝の日。 スペシャルとして日本映画専門チャンネルにて全11話が一挙放送された。2011年5月1日より漫画に音声や特殊効果を加えたムービーコミックがビート部の B 漫画にて配信された。ありがとうございます。